オデーサ地域に向けてハー59ミサイルの発射の任務についていたロシアのスホーイ30が、ウクライナの防空システムによってまた撃墜されたという噂が出回っている。撃墜は黒海洋上で行われたようで、証拠となる映像や写真は今のところ公開されていない。うおうおうおう。先日スホーイ34を3機撃墜したって話がありましたけど、1日2日経たない後にまた別の戦闘機まで、ウクライナの防空部隊ありますねー。この情報が公開された時点では、ウクライナ空軍の司令官や報道官もこの件についてコメントしておらず、詳細は不明なんだが、あるとしたらやはりパトリオットだろうか。12月17日頃にドイツから3機目のパトリオットが追加で配備されたという話もあったので、もしこの噂がパトリオットによってもたらされたものだとすれば、ウクライナ軍は3機目のパトリオットを前線に配備し、積極的に戦闘機を狙っている様子が伺える。これが何を意味しているのかは不明だが、12月下旬に入って積極的に戦闘機を撃墜しているとなると、今のウクライナ軍はロシア軍の防空システム以上に、戦闘機に狙いを定めているのかもしれないな。さらに驚くべきことに、同日には、マリウポリ方面でスホーイ34を撃墜したというウクライナ空軍の報告も入っているぜ。はぁ、戦闘機の連続撃墜なんてことがまさか今のこの劣勢の状況であり得るんか。陸上の戦闘では兵力差で押されている中で、こういう報道はかなりありがたいわね。うむ。陸軍に押され続けているという話のみでは、ウクライナの人々も戦意を持ち続けることは難しいはず。ウクライナ軍も戦果を出していることを強調できる話題としては、最大のものとすら言えるだろうな。ということで今回はロシア、空軍が敗北間近。二日で5機も戦闘機が連続墜落と題し、ここ最近で相次いでいるロシア軍の戦闘機の撃墜報告の内情について、まとめていこうかと思うぜ。今後もこのチャンネルでは、軍事と兵器に関する最新情報や歴史的なテーマを取り扱います。面白かったためになったとか思ったら、チャンネル登録と高評価ボタンをよろしく頼むぜ。気になった点や質問などあれば、コメントもよろしくね。いつもコメントしていただける方、本当にありがとうございます。励みになってます。それでは皆様、ゆっくりしていってね。12月23日、ヘルソン州方面にてロシア軍の爆撃機であるスホーイ34が3機撃墜されたことが、大きな話題となった。ロシア側でも、スホーイ34のパイロットが墜落寸前の機体からパラシュートで緊急脱出したことを示す、重要な視覚的証拠が公開されており、スホーイ34の撃墜に関してはおおよそ事実だと思われている。12月22日にこの話が出てたのに、24日にまた2機もスホーイの機体が撃墜されているとか、とんでもない大戦果なのよねこれ。しかも最近のロシア軍は無誘導弾の FAB-502 精密誘導キットを取り付けて、最前線の70から 80km 上空から爆弾を滑空させて投下するという戦術を多用していたところだったから、スホーイ34の撃墜は、ウクライナの守備隊にとっても最高の戦果だったと言えますもんね。この3機の撃墜がロシア空軍に決定的な打撃を与えたのかどうかは不明だが、南部方面軍は、12月23日のロシア軍航空機がウクライナ南部戦線におけるこの誘導爆弾の使用量を、大幅に減らすことになったと報告している。南部方面軍の見解としては、この理由はやはり前日にスホーイ34を3機失ったからだという話だ。爆撃機を失っただけではなく、パイロットも失ったのがロシア空軍にとっては痛いわよねー。で、この撃墜の原因となったのが、パトリオットであると、ここ最近は警戒されていた巡航ミサイルを中心とするウクライナ全土へのインフラ攻撃が少ないから、確かに追加供与分のパトリオットを前線に配備するのは理にかなっていたのよね。うむ。実際にスホーイ34が撃墜されたのがどこかは今のところ判明していないものの、ウクライナに供与されたパトリオットの防空ミサイルであるPAC-2は、射程 160km ほどの射程を誇るため、こんな感じでロシア占領下のヘルソン地域の上空を飛ぶ軍用機を、撃墜することが可能なわけだ。と、これが12月22日時点の話だったわけだが、その2日後にもパトリオットの活躍に関する、重要な噂が報じられることになった。12月24日に撃墜が報告されたのは、多用途戦闘機のスホーイ 30SM、スホーイ30のアップグレードバージョンだ。情報元のテレグラムチャンネルの報告によれば、スホーイ 30SM はその日、ロシア占領下のクリミア半島の先空軍基地を飛び立ち、巡航ミサイルを搭載してオデーサ州に向かうところ、ヘルソン州の沿岸都市ザリジニーに近い、黒海沖合で撃墜されたとのことだ。同機体が搭載していた巡航ミサイルはハー59。これはウクライナの民間インフラを攻撃するためによく見かけるミサイルの一つだな。ちなみにヘルソン州では、同日に市街地への少なくとも2回のミサイル攻撃が確認されており、この話を合わせるなら、スホ
スホーイ 30SM はミサイルを発射した後に、ウクライナの防空システムによって撃墜された、と予測することができるぜ。巡航ミサイル攻撃、民間インフラへの小規模な攻撃では戦局には大きく変化を与えないことは、昨年の攻撃で分かったはず。ほとんど枯渇しているはずの巡航ミサイルを使ったタイミングで母機を撃墜されるのは、ロシア軍としては参ったものでしょうね。というか、まだロシア軍、民間インフラへの攻撃を諦めてはいなかったのね。そうなんだよな。今年の冬はミサイルの量もドローンの量も民間インフラへの攻撃は少なく、これは昨年の冬の失敗を生かしたからかと個人的に思っていたんだが、実際にはそんなことはなかったようで、空軍も特に反省はしていなかったようだ。おそらく小規模でもこの攻撃を続ける理由は、民間インフラを攻撃し続けることで、ウクライナ国民の厭戦気分を煽ることなんだろうが、そんな攻撃が役に立たないのは、歴史が証明しているぜ。ロシア軍、ソ連の伝統を重んじた戦術とか戦い方をしているにもかかわらず、歴史的にあまり効果を出さないと証明された戦い方をしてるの。ほんまに謎なんよな。余ってるから使っとけくらいの感覚で民間施設攻撃してるのかしら。だとしたらほんまに畜生の所業ですけど、12月25日時点では、公式情報が出ていないため、スホーイ 30SM についてはしばらくは追加情報待ちだな。また、これとほとんど同じタイミングでウクライナ空軍から12月24日の戦果報告として挙げられたのが、マリウポリ方面での、爆撃機スホーイ 34 の撃墜報告だった。こっちは公式情報として掲載されているので、ここ3日でロシア軍は4機のスホーイ 34 を失ったことになる。ちなみにこれ、さらっと戦闘機が数機撃墜されたとか言ってはいるけど、戦闘機やら爆撃機は戦車や装甲車、ドローンやヘリの価値を優に超える貴重な兵器のはずで、開戦直後に油断しまくっていたロシア軍と同等レベルの異常事態ではあるんだよな。最近はウクライナの戦闘継続意思をくじくためか、東部を中心にかなり攻勢を強めているし、もしかしたら空軍も積極的に攻撃を行えと圧力をかけられていた中で、ウクライナ軍の防空網を過小評価して撃墜されたのかしらね。兵士や戦車や装甲車どころか、戦闘機や爆撃機も突撃させるんかロシア軍。さらに言えば、4機目のスホーイ34の撃墜は、マリウポリにおいての報告だったことも興味深いな。ここからは、ウクライナ空軍の公式発表である、マリウポリのスホーイ34の撃墜の話を掘り下げようかと思うぜ。12月24日に発生したマリウポリ方面での爆撃機スホーイ34の撃墜に関する情報も、ウクライナ軍防空部隊の大戦果であったことは間違いなく、逆にロシア軍にとっては最悪の日になったことだろう。12月25日時点でこちらも公式声明以外には、視覚的証拠は流出されていないぜ。マリウポリ方面ってのが気になるところですね。これが事実であるとすれば、ここ最近撃墜されていたスホーイ34やスホーイ30とはまた別の方面の部隊かな？射程は届くの？うむ、届きはするな。ザポリージャ州の最前線に比較的近い位置に配置することができれば、マリウポリやベルジャンシクなどのロシア軍の占領本部、あるいは交通の要所であるメリトポリなんかも、パトリオットのミサイルパック2の射程圏内に捉えることができそうだ。ただしこの場合、これまで撃墜が報告されていたスホーイ34やスホーイ30を落としたと言われるパトリオットとは、別のパトリオットがミサイルを発射したことになるだろうな。もしパトリオットによる戦果なのだとしたら、ウクライナ軍、3つあるうち2つを前線に置くんでいると、この場合、ウクライナ本土を守るように配置していた防空部隊を相当前線に押し上げていることになるから、何が何でも戦闘機撃ち落としてやろうって、強い意志があったことが伺えますね。かなり攻撃的な判断をしていることになるな。それはもちろん、今年の冬は民間インフラへの巡航ミサイルやドローンの攻撃が少なくなっていたから、ということも考えられるだろう。だったらどんどん前に押し出して戦闘機を潰しに行った方がいい？という判断なのかもしれない。ただ、3機あるうちの2機をがっつり前線に出すのか？という疑問も尽きず、実はロシアの代表的な軍事ブロガーのメディア、リバルも別の可能性を考慮しているようだ。ほう？別の可能性があるの？うむ。別の可能性というのは、ウクライナ軍の戦闘機であるMiG-29に、空対空ミサイルのAIM-120D を、改造して搭載したという可能性だ。AIM-120D はこれから供与される予定のアメリカの戦闘機 F-16 で運用できるミサイルであり、もし実用的に運用されれば、精密滑空爆弾を投下する戦闘機に絶大な効力を発揮すると見られているぜ。MiG-29 に AIM-120D を搭載できる可能性が、ソ連製の戦闘機に規格が全く異なるであろう。西側のミサイルを搭載できるのかしら？まあでも確かに2022年時点では、MiG-29 に対レーダーミサイルの AGM-88 を搭載した事例はあったのよね。思うように効力は発揮しなかったようですけど、そう。
そこが気がかりなところではあるな。ウクライナ空軍が映像で公開しているので、MiG-29 に西側のミサイルを搭載すること自体は、おそらく可能なはずだ。ただし MiG-29 が発射する AGM-88 は、ロシア軍の地上の防空システムを対して破壊することはできず、正直、期待通りの戦果を果たすことはできなかった。なぜ期待通りにいかなかったのか。それはロシア軍の電波妨害システムが想像以上に優れていたのか、あるいはMiG-29に無理やり搭載するがゆえに、一部能力を制限されていたのか、詳しいところはわかっていないぜ。システムを統合させられるのかどうか、アメリカ軍もウクライナ軍も非常に難儀していたようで、実は2023年3月時点で、アメリカ軍はMiG-29に AIM-120 を統合することができないかどうか、研究していることを公表していたんだよな。この研究の成果が、1年程度で花開いたのかもしれないな。だけどその場合、アメリカかあるいは他の国が、AIM-120 をすでに供与してるってことよね。まあそうなるな。ただしこれはウクライナのために生産を行っていることは明言されているものの、今のところ供与が行われたとする報道はない。そもそも空対空ミサイルを供与しているのか？システムの統合に伴う課題は払拭されたのか？いろいろとハードルが高い要素があるが、これがあれば、確かにここ最近のロシア軍の戦闘機を撃墜しまくるという大戦果にもつながるだろうぜ。もう開戦当初からずっと、AIM-120 を発射できる軍用機があればって、ウクライナ空軍司令官もぼやいてましたしね。供与する兵器のハードルも下がるだろうし、ぜひ成功していてほしい研究の一つではあるわ。うむ。何度も言うが、この数日で5機もの戦闘機、爆撃機を破壊するのは驚愕の事態だ。もし事実なら最前線にいるウクライナの防衛隊を大いに助けることになるし、ロシア空軍は頭を悩ませるどころか、何が起こっているのか理解できないほどには混乱しているはずだ。非常にポジティブなニュースであるだけに、今後の戦果も期待したいところではあるな。ここからは、なんとか押し止めている地上の戦線の様子についても触れていこうかと思うぜ。2023年11月頃からアウディーユカに対するロシア軍の歩兵部隊の突撃が目立つようになり、兵士不足と砲弾の節約で効果的に撃退できないウクライナ軍は、徐々に後退している現状にある。ただし、実はアウディーユカの戦場は1ヶ月ほど前と比べれば攻勢は収まっているような印象で、より戦闘が激しくなっており、注目すべき戦線の変化があるのはバフムート方面だ。以前からロシア軍は、バフムート南西部、クリシェイフカ方面へ進撃を開始しており、戦術的高地を再占領する可能性が憂慮されていたが、バフムート市街地西側方面でも、広く横に伸びた戦線の至るところでロシア軍が進撃を開始し始めた。おそらくロシア軍は、バフムートの西側に位置する都市チャシブヤールを、本格的に占領するための攻撃を始めているものと思われるぜ。ちなみにこのチャシブヤール自体は、最悪占領されることでの戦略的影響は少ないものの、そこから幹線道路沿いにさらに進んだ先にある都市、コンスタンチノフカまで射程圏内に入ると、コンスタンチノフカから南東方面に伸びる幹線道路が使えなくなって平坦的に大ダメージなので、かなり悩ましくなってくるぜ。まだ結構距離はありそうだけど、今のところまだロシア軍の進撃を押しとどめる手段がないから、この勢いを許しているのは不安が残るところではありますね。ウクライナ軍はアウディーユカの激戦に伴い、バフムート方面からいくつかの部隊を配置転換させたって話もありますけど、その影響が出てしまっている情報とも受け取ることができそう。ちなみにこのバフムートの西側地区には、ロシア空挺軍の部隊が投入されており、12月23日には空挺軍司令官のテプリンスキー大将が、陣地奪取ではなく、ウクライナ軍に損耗を強いるため、攻撃を段階的に行いながら少しずつ前進させるなんて発言しているぜ。空挺軍の部隊が追加投入されたことからも、ロシア軍がこのバフムート方面に占領地域を広げたいことがよくわかる話だな。マリウポリ方面でスホーイ34が撃墜されたって話あったけど、場所的に考えるとこのスホーイ34も、滑空爆弾でバフムート西側を狙っていた可能性も高そうだし、なおさら防空部隊の頑張りがありがたい話ね。一方で10月からロシア軍の攻勢が続いているアウディーユカ方面には、つい最近になって、やっと増援部隊が2ヶ月ぶりに現地入りしたことが報告されたぜ。現地アウディーユカ司令官の話によれば、コークス工場や市街地南東部の工業地帯など、市街地正面に突入してくるロシア軍の突撃兵たちを、うまく撃退し続けているという、確かにここ1週間程度で、アウディーユカ市街地周辺の戦線の変化はほとんどなさそうだぜ。おお、アウディーユカ守りきれてるんか。
これはすごい。ただ、ネックになるのはアウディーユカ市街地が包囲の危険に合わないかどうかだ。アウディーユカ北西部のステポベも、以前からロシア軍が進撃を強めている場所として知られている。ここは集落にロシア軍が入ってきて以降、アメリカの装甲車ブラッドレイなどを中心に装甲部隊が活躍し、戦線を維持することができているので、今のところ包囲の危険はない。ただ、もしこのラインを突破されて、北側と南側からともにロシア軍の進撃を許し、アウディーユカにつながる交通の要衝、オルリフカ方面まで制圧されてしまえば、それはロシア軍が完全にアウディーユカを包囲しきってしまうことを意味するだろう。こうなれば、アウディーユカでロシア軍を殲滅する前に、アウディーユカ市街地の疾患に直結してしまうので、いかにこのオルリフカ、およびこの主要道路に迫るロシア軍を撃退し続けられるかが、このアウディーユカ戦線において最も重要な要素になると言えるだろうな。大量の戦死者を出しながらも歩兵で前進して、後方から包囲して殲滅を狙う。本当に第二次世界大戦のソ連軍のような戦い方を見ている印象。プーチン、大統領選挙前というのもあって、何かしらの戦術的成果を求めているって話だったから、このまま焦って市街地後方ではなく、守りを固めている市街地中心部を狙ってくれれば、そこで多くのロシア兵をすりつぶすことができるかもしれないと、ぜひともロシア軍には焦ってもらいたいところですね。兵士も弾薬も少ないが、ウクライナ空軍のサポートも得てなんとか押し止めておきたいところだな。正直まだ、ウクライナ軍には戦線を押し返すほどの力はないことだろう。兵器の補充に加えて、目下の懸念はやはり兵数。将来的に戦線を押し返すためにはどうしても兵士の頭数が今のウクライナ軍には必要だ。果たして必要な兵士数をウクライナ軍は準備できるのだろうか。ここが、ウクライナの勝敗に通ずる大きな要素になることは間違いなさそうだぜ。ということで、今回の解説は以上だぜ。このチャンネルでは他にも兵器や軍事に関する動画を上げているので、チャンネル登録して他の動画もぜひ見てくれだぜ。これからも興味深い軍事に関する動画を上げていこうと思うので、高評価、コメントもよろしくお願いします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。